サーティース TS19 は、サーティースが1976年を及び1977年、1978年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。ジョン・サーティースとケンシアーズによって設計された。1976、1976年シーズン、サーティースは、オーストラリア人ドライバーのアラン・ジョーンズを起用し、コンドームメーカーのディレックスとの論争となった。 スポンサー契約を選択した。二代目のマシンはブレッドランガーがドライブしたが、こちらはカンパリからの支援を受けた。チームは TS-19 が準備できなかったため、ブラジル GP を欠場した。TS-19 は南アフリカから投入されたが、ランガーの一台のみで決勝は11位であった。上温図用の二代目の TS-19 はアメリカ西 GP に投入され、 ランガーは予選落ち、ジョーンズは10周遅れで非乾燥扱いとなった。スペイン GP ではランガーが予選落ち、ジョーンズは9位完走であった。ベルギー GP ではランガーが電気系トラブルでリタイア、ジョーンズは5位という結果であった。モナコ GP の前にランガーの TS19 はアンリ・ペスカロロのチームノーレフに売却され、ランガーは新車が完成するのを待たなければならなかった。 モナコではジョーンズはカルロス・ロイテマンのブラバムとサンデ・ボーテコーナーでクラッシュ、リタイアとなった。スウェーデン GP でジョーンズは13位、新車のランガーは15位となった。フランスではジョーンズがサスペンショントラブルでリタイア、ランガーは16位となった。イギリス GP ではジョーンズは5位、ランガーはギアボックストラブルでリタイアとなった。ドイツ GP でジョーンズは十位でフィニッシュしたが、 ランガーは、ヘスキスのハラルド・アートルと共に、2機ラウダのフェラーリに衝突して、リタイアとなった。この事故で、ラウダのフェラーリは炎上し、ラウダのマシーンをかろうじてかわしたガイエドワーズ及び、アートルとランガーの3人が、ラウダの救助に当たった。その後、アルトゥーロ・メルザリオも救助に加わり、ラウダは助け出された。オーストリア GP では、ジョーンズ、ランガーどもに、アクシデントに見舞われ、 ジョーンズは30周でリタイア、ランガーは3ラップを残して事故にあったが10位で乾燥扱いとなった。オランダ GP 前にランガーは欠場することとなり、コニー・アンダーソンが代役で出場したがエンジントラブルでリタイアとなった。ジョーンズは8位となった。ランガーはイタリア GP で復帰14位となり、ジョーンズは12位となった。カナダ GP でランガーは15位。 ジョーンズは16位となった。アメリカ東 GP ではジョーンズが8位、ランガーは11位となる。最終戦の日本 GP で、高原高支部が TS19 を借り受け、ランガーに代わって出走9位となる。ジョーンズは4位となった。サーティースはコンストラクターズチャンピオンシップで7ポイントを獲得、シーズン10位に終わった。1977、1977年。 サーティースはドライバーラインアップを一新した。オーストリア人ドライバーのハンス・ビンダーはデュレックスカラーのマシンをドライブし、イタリア人ドライバーのビットリオ・ブランビラはベータカラーのマシンをドライブした。開幕戦のアルゼンチン GP でビンダーはアクシデントでリタやブランビラはゴラップを残して燃料切れとなり、7位で乾燥扱いとなった。第2戦ブラジル GP では 両者ともにリタイアとなった。ブランビラはアクシデント、ビンダーはサスペンショントラブルであった。南アフリカ GP ではブランビラが7位、ビンダーは11位であった。アメリカ西 GP ではビンダーが11位、ブランビラはアクシデントでリタイアした。スペイン GP ではブランビラはエンサインのクレイ・レガゾーニと接触してリタイアとなりビンダーは9位となった。モナコ GP では ブランビラが8位となり、ビンダーは燃料システムトラブルでリタイアとなった。ベルギー GP の前にビンダーはチームを離れ、チームはオーストラリア人ドライバーのラリー・パーキンスを起用した。パーキンスは12位となり、ブランビラは4位となった。続くスウェーデン GP でパーキンスは予選落ちし、ブランビラは燃料圧の不具合でリタイアした。フランス GP では ブランビラは13位になったものの、パーキンスは、プラクティスの途中で解雇され、代わりにパトリック・タンベイが起用されたが、パーキンス、タンベイとも、予選落ちとなった。イギリス GP では新たに、オーストラリア人ドライバーのバーン・シュパンが起用され、ブランビラは8位、シュパンは12位となった。ドイツ GP では、ブランビラが5位、シュパンが7位となった。オーストリア GP では、ブランビラが15位。 シュパンは16位となった。シュパンはオランダ GP で予選落ちし、ブランビラは12位に終わった。イタリア GP ではランベルトレオーはシュパンに代わって出場したが予選落ちし、ブランビラはアクシデントのためリタイアとなった。アメリカ東 GP ではビンダーが復帰し11位となり、ブランビラは19位に終わった。カナダ GP ではブランビラが6位。 ビンダーはアクシデントでリタイアした。最終戦日本 GP では、ブランビラーが8位となり、ビンダーは、マリオ・アンドレッティのロータスから外れたホイールが原因で、小島の高原高志部と共にスピン、リタイアとなった。サーアティースは、コンストラクターズチャンピオンシップで6ポイントを獲得、シーズン11位に終わった。1978、1978年シーズン。 サーティースはブランビラを残留させたが、もう一人はビンダーに代わって、イギリス人ドライバーのルッパート・キーガンが起用された。開幕戦のアルゼンチン GP でブランビラは18位となり、キーガンはオーバーヒートのためリタイアとなった。ブラジル GP ではブランビラが予選落ちし、キーガンはアクシデントのためリタイアとなった。南アフリカ GP ではブランビラが12位、キーガンは エンジントラブルのためリタイアとなった。アメリカ西 GP でブランビラはトランスミッションのトラブルでリタイアし、キーガンは予選22位となったもののプラクティスでの事故のためスタートできなかった。モナコ GP でブランビラは新型の TS20 をドライブしたが1台しか完成していなかったためキーガンは TS19 を引き続いて使用し、トランスミッションのトラブルでリタイアとなった。 ベルギー GP でもキーガンは TS19 を使用予選落ちした。TS19 はこれが最後のレースとなり、次戦からは2台の TS20 が投入された。チームはこの年 TS20 で1ポイントしか獲得できなかった。シーズン終了後、チームは資金を十分に集めることができず、1979年用マシンが完成していたにもかかわらず、 翌年参戦はできなかった。チームは、その後、オーロラシリーズで数戦戦った後、解散した。1976年、ノーレフレーシングチームはサーティースから TS19 を購入し、フランス人ドライバーのアンリ・ペスカロロを起用した。チームは1976年モナコグランプリに参戦したが、ペスカロロは予選落ちした。チームはスウェーデンを欠場し、 フランス GP に出場した。ホームグランプリであったペスカロロダがサスペンショントラブルでリタイアしている。イギリス GP では燃料システムトラブルでリタイアとなった。ドイツ GP では予選落ちしている。オーストリア GP でようやく9位完走となり、オランダ GP では11位に終わっている。イタリア GP では17位、カナダ GP では19位に終わり、 アメリカ東 GP ではトップから11周遅れで、悲観燥扱いとなった。チームは、翌年からマクラーレン M23 を使用することに決定し、その準備のため最終戦の日本 GP には出場しなかった。1977年、メルチェスターレーシングはサーティスから TS19 を購入し、イギリス人ドライバーのトニー・トリマーを起用、イギリス GP に出場したが、 予備予選落ちした。チームはこの年の残りのレースには参加せず、翌シーズンにマクラーレン M23 を使用して参戦した。ありがとうございます。